福テレソラネットです今日は6時台のテレポートプラスないですから、はい、えこの時間にですね詳しい独自予報もお伝えをしていきたいと思います寒気が居座っております、はい、冬将軍がスタートダッシュをかけているという感じなんですが寒いですさらにもっと強い寒気が流れ込んでくるというのが、はい、あこれからのポイントになりますのでこれについて詳しくお伝えしますまずは皆さんからいただいたです、ね、ソラネット、はいえー、季節の頼りでございますけれどももみじ前線、紅葉前線が いよいよ終着駅を迎えております。はい、こちらでございます。しだれもみじって言うんですよ。わあ、まあ、これも綺麗ですね,これね。天然記念物なんですけど、はい、いわきが誇る名木でございますけれども。うん、これが真っ赤に色づくとですね。いよいよ、えー、福島に冬が来るというところでございます。はい、そして、浜通りはご覧のような浜通りブルー。うん、綺麗。なんですが、また今日三つの国に分かれました。はい、こちら見てみましょうか。虹 き今日は、ね、ダブルレインボーがたくさん見られたというリポートが相次ぎました、はいはい、ダブルレインボーを見ると幸せになれる、うん、そういう言葉もありますので、はいえー、今日見た方は幸せになるでしょうね、羨ま言っの羨ましい。 雪の国、雪国。虹の向こうは冬の国なんて言ってますけど、はい、まさに裏番台はもう全く浜通りと違う景色でしょう。はい、稲わしろもなんかシャーベット状の雪が残っているというような形です。ただ今日日中に関してはですね、雪が雨に変わりました。はい、え寒気が若干今日弱まったるんですね。うん、えところがこの寒気がですね、だん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 明日以降強まってくるというのがポイントです。寒かったですよね。今日寒かったです。最高気温なんですが、今日はここまでしか上がりませんでした。 もう暖房つけてるでしょ。はい。何つけてます。エアコンの暖房を使ってる。エアコンの暖房を使ってる。まああの暖房にもいろいろ特徴と短所がございまして、えこの説明をしたいと思います。電気ストーブ、ファンヒーター、エアコン、特徴と短所です。まずこれいきます。はい、特徴はい、電気ストーブは手間いらず。はい、でも電気代が高い。えー、ファンヒーターは速暖性があるけども、冬油代が高い。<ー>エアコンは燃料コストは低いけれども、はい、あんまり電気使わないから。 温度村があるいろいろやっぱりちょっとねまあそれにしてもエアコンつけるのにもですね電気料金がかかりますよ、はい、電気料金先ほどニュースでもやりましたけども今年の1月からなんと1000円近く上がってる、はい、まだこれからも上がり続けるっていうことなのでいやーちょっと家計の負担は大きいですよねエアコン使われてる方そして電気ストーブ使われてるかとか灯油価格も灯油、はい、価格もですねこんなに上がっちゃってる。 去年に比べて500円近く値上がりしてって高止まりしてるということなんでだからこれ電気代もかかるし灯油代もかかるしじゃあどうやってストーブつけたら一番こうの懐に安くなるのかというのがポイントです。おすすめの暖房聞きました こちらです。山田電機さん。はい、まずファンヒーターで部屋を温める。うん、ファンヒーターってほら速断性があるから、はい、すぐ温まる。うん、そしてその後にエアコンで温めると、やっぱりさまざまな電気代とか燃料代<ー>安く済むということなんで。一番効率がいい。効率がいい。熱効率がいいので、ぜひ皆さんやってみていただきたいと思います。はい、明日寒いですよ。明後日はもっと寒いですよ。それでは明日の愛津地方の天気見てみましょう。 あした、ね、標高700メートル以上が雪になりますから、はい、田島は雨なんだけど立岩は雪同じ南に合図でも、はい、そういうことが起きそうですね、えー、その田島もです、ね、夜になるとだん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 みぞれ混じりになってくるということになります。はいえー、そして、中通りの北部です。 えー、明日もしぐれですしぐ、はい、れって時の雨って書くんです、うん、あの今日も雨が降ったりやんだりちゃったじゃないですか、はい、明日も同じような天気が続くと思っていただきたいと思いますつまりは明日も虹が出るということなので、はい、明日も虹押さえてみてください福島は本当に綺麗な虹の国ですけれども、うん、中通り南部です郡山周辺でも虹が見られそうです、はい、えー、特に明日は夕方から冷たい雨が降ったりやんだりしますそして明日心配なのは 夜遅く、はい、阿武隈高地で路面凍結する可能性あるるということなので明日の夜遅くはしんしんとだんだん冷え込んでくるということになります、うん、そして浜通りです、えー、冬型になると意外といわきはいわきブルーなんだけど、はい、相馬とか新地はですね実は座王の方から雲が流れてくるんですよ<ー>、えー、その影響で明日は雲が多くてもしかしたら雨がパラ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 つくかもしれない、はい、というのが明日の浜通りですさあちょっと一つ心配なことがございましてね、はい あさって午前9時の上空の気温なんですけれどもこれ5000メートルでマイナス36度ってある、はい、すごいこれ真冬でも一級の寒気なんです、はい、でどれぐらい11月の寒気として強いのかというとこれなんとですね1988年の11月25日にマイナス36.5度っていうのが通過したんですけどもこの時の様子を見ると土曜日どういうふうになるか想像できます。 これ、1988年の会津若松なんですが、降ってますね、雪、つまりこういう景色になるのではないか、はい、こちらでございます、11月としてですね5センチ積雪しました、この日、はい、つまりあさって土曜日の福島県はこうなります、会津盆地、積雪の可能性、福島市、二本松市、郡山市、結構広い範囲で降りますね、そうなんです。そしてさらにでですすこの寒気なんですけれども 日曜日まで居座ります、はい、ところが月曜日抜けるんですよ、はい、火曜日すごく暖かくなる<え>ところが西からより強烈な寒気がやってきますので、はい、来週半ば以降また寒さがグレードアップするということになります週間予報ですあの気温がすごく目まぐるしいですよ、はい、火曜日14度水曜日18度ですよ<わ>そして木曜以降また雪が降るということで、はい、ジェットコースター天気ジェットコースター気温になりそうです1区はこちら 枯れもみじ向こうに見える白銀の山。